皆様ごきげんよう。今日なんですけど、ブレイキングダウン 7.5 を今やってまして、解説、一番最初の1試合目だけやったんですけど、他の人に解説任したんで、目立った選手だけね、試合後ちょっとコラボしようかなということで、第1試合目ノンタイトル対決ってこともあるし、ノンタイトル僕がやってる番組なんで、別のその2人にちょっと話聞いていこうかなと思います。すごかったな、意外に激しかったな。いや、そうですね、めっちゃ、いい試合、ね、分からなかったですね、最後のリボ勝ってたけどね、そうですね、最後の一発で全部持っていかれたな、ね、はい、でも松葉くんの方が背負ってたものが大きいというか、その勝った時のメリットがでかいというか、はい、勝ったらチーム復活だからね。確かに初めてのパターンよ、ノンタイトルで、クビになったんですよね。まだノンタイトル見てない人に申し訳ないけど、クビになってまたカムバックということで、すごいね、もう今1試合目だけで同節12万人も行ってましたよ。で、明日大変よ、明日朝の7時ぐらいから夜の11時とか今回いつも100人だったじゃん、はい、オーディション、はい、今回170人。170でね、なんかね、俺ちょっとブレイキングダウン、アウトサイダーの歴史を見てもそうなんだけど、こうだんだん競技レベルが上がっていくじゃん。そうそれ、強いやつばっかりな、練習して、そうするとさ、結局さ、イキリヤンキーが出てこれなくなっちゃうんですよ。ああ、格闘家分かってるんですね。そう。それはブレイキングダウンの方向性として良くないんで、ちゃんと素人部門を作るというか、弱くてハッタリで生きてきた人が輝ける場所も作ってあげないといけないので、三軸で行こうと思います。なるほど。プロも出てくるし、で、まあまあ強いやつも出てくるし、そういうカリスマ性、花はあるけど弱いやつも出れる場所、輝ける場所にしたいと思います。いいですね。はい、ということで、まずはノンタイトルカムバックということですか。しゃー、来ました、勝ちました、イクルさん。あの、嘘泣き何だったの。いや、嘘泣きじゃないです。いや、待って、やめてください。いや、イクルさん、そう言ってたら本当に嘘泣きになっちゃうんで。いや、なんで、やっぱ戻りたかったの。戻りたかったのもありますし、ノンタイトルシーズンはブレイキング5、セカンドシーズン2で負け続けて、やっと勝つことができたんで。でもさ、いや、でもさ、やめてください。ちょっと俺聞きたいことあるんだけど。まあ、怖い、ちょっと待ってください。ノンタイトルの自分で自らクビになって出てったシーンあった。はい。あれってなんか、ちょっと俺かっこいいと思って出てたでしょ、ぶっちゃけ。いや、絶対聞かれると思った今。いや、そんなことないですよ。悲しいなと思いながら。悲しいです。そう見えましたか。なんか出てくるってかっこいい。いや、ただ結構なんか感動するような編集されるじゃないですか。イクルさんとヒカルさんがあれ嘘だって言い始めちゃったら、もうなんか笑いに変わっちゃったじゃないですか。確かに。でもその後もやっぱね、待望論すごかったし、松葉ロスがすごいから。正直ミクルさんも僕のロスありました。そのノンタイトルの番組としてはね。いや、でも何言ってるか本当わからんから。面白いっちゃ面白い。いや、でも嬉しい。なんかあの回でおもちちゃんがすごい炎上してて、はい、お前は何してんだみたいなこと言ってたけど、はい、松葉くん的にもそうなの。おもちちゃんって優秀なの。いや、そんな見えてはなかったですね、あそこまでだと。あ、コディはそのパソコンとかそういうの得意って言ったんですけど、 あそこまではパソコンとかも使わないじゃないですか。なんでその段階では優秀っていうのが見えてはなかった。どうなんかね、でも嫌な顔されたらどうするかって言って。いや、それが怖いですよ。けど、ちょっとそこはミクルさんが押してほしいです。まあ、一応、勝ったっていう席がついたんで、これで。まあね。まあでも、本当にいいとこ取りしたよね。いや、ちょっと。でみんな結構授業頑張って、今さ、挟まったぐらいでさ、前戻ってさ、自分も役員かなんかになれるわけ。いや、そう。勝ったからだけど、はい、ブルーチーム。そうです、はい。塗り棒どうだったの、強かったの。あ、もう強かったですね。なんか最初は押してて、はい、途中から塗り棒が押してて、このままいったら塗り棒勝ちかなって思って、最後の一撃で巻き返した感じだったんだけど、はい、練習でもとりあえず押させたのは後ろに下がらないっていうのと、投げられたらすぐ投げり返すっていうのが押さってて、練習中もこう結構連打食らうとかあったんですけど、あそこでいつもこうカウンターを決めてたんで、あそこでもそれができたのが多分一番確かにった要因なのかなと思って。持ってるね。あの一発なかったら負けてたよ。本当ですか。本当に。ただ見返してないから、自分の試合見てないから分かんないと思うけど、はい、本当に最後の一発なかったら負けてたよ。だそういった意味で持ってるわ。今、運気が向いてる。運気ですか。運気が来てるわ。ってことはこれはね、僕が戻ったらあれですよ、皆さんデモでも勝てるかもしれないっていう。そうだね。でもこれさ、ノンタイトルで勝った方が嬉しいでしょ、人生的に。いや、そうそう、そっちの方が嬉しいです。まあ、ここで
ちょっとはやっぱブレイキングダウンファンにも見てもらえたと思うから、はい、この知名度を使って、はい、なんかね、ナンパでもしたいじゃないですか。いや、ごめんなさい、それが、いや、ナンパは。どうすればいいか分かんなくなっちゃったんですよ。本当に構成が下手すぎて、はい、俺がプロデュースしたらな、もっと再生取れるんだけど。ちょっと、あ、じゃあ僕がもしその、あの、あれかデモデーで勝って授業を始めたらナンパなんてできないですよ。まあ、とりあえずノンタイトルを盛り上げてくれたまえ。わかりました。僕も今度一緒にご飯とか作れるんでしょ。まあ、また機会があったら。いや、ちょっとやめてください。本当にやめてください。おめでとう。いや、ありがとうございます。本当にありがとうございます。はい、ということで、負けたか。すいません、負けました。これめっちゃ悔しいです。最後の一発もらうまで勝ってたんだけどね。いや、本当にそうですね。最後の本当一発で全て持ってかれたね。最初押されてて、で、途中から巻き返して、あ、これ塗り棒勝ったなと思って、はい、最後の本当にラスト5秒かラスト10秒ぐらいだっけ、はい、の時に一発もらったのがダウンっぽく見えたんで、はい、あれで終わったね。惜しかったっす。持ってなかったとしか言いようがないっていう。はい、そう、マジめっちゃ悔しい。めっちゃ悔しいっす。トライフォースいきます、マジで。なんかそのガチで努力してきた格闘家みたいなコメント出すよ。すみません、すみません。勝ちが正義だと思ってるんで、負けたやつは何も言う権利ないと思ってるんで。何も言わないです。うざいな。すみません。めっちゃ悔しい。クソ、マジ悔しい。俺勝ってたっすよね、マジで。勝ってたっすね。ちょっと何でもらって倒れたかあんま覚えてないですけど、ネギストレート。ネギストレート、うん、まあなんかでも格闘技的な要素のさ、相手のパンチが見えてなかったとか、そういうのってこの子たちに別に言うことじゃないから。まあ、ただ、はい、松葉が持ってた。そうっすね。松葉が勝ったんですよ。でリボンもちょっと方向を考えないとね、そろそろね、今後、はい、やっぱオーディションも、オーディションくれたひな壇です。ひな壇なんだ。はい、ひな壇はいいんだけど、はい、で別に同じキャラクターで何回も何回も面白いわけじゃないと思うし、はい、やっともう塗り棒はいいよってなり始めてる気がするから、まあ、ブレイキングダウンでもっとバズるんだったら本当に練習して最強にならないと。はい、トライフォースいきます。まあそんな感じで、ね、これみっくんが試合で負けた時とかの気持ちがようやく上がりました。黙れ。いや、マジで。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れです。お疲れです。どうですか。バッチリです。バッチリです。はい、あれ今日はジャッジじゃないですね。ジャッジじゃないです。なんか呆れてましたよね、俺。いや、呆れてないです。あれジャッジあれですよ、みんな一斉に出してます。あ、マジですか。いや、朝倉さんには呆れてないです。今日はしっかり、はい、どちらが勝ち負けか分かります。で、オーディションも来てくれるんですか。明日呼ばれてるんで行きます。はい、結構切れてますか。切れてません。ジョニーに対して。はい、切れてます。切れてます。今我慢しようって言ったから。あー、 CEO が。いやいや、あの時はあれはすげえ頑張ってました。はい、でも男は上がってましたよ。本当っすか。勝ったんです。よく言ってますよ。はい、よく言いますね。俺もあんま乱闘したことないですよ。マジですか。一回もないですよ、記者会見で。いや、でもあれやられたらやるでしょ。やられたらやりますね。でしょう。すごいだと思います。じゃあ、あれですか、試合終わったらノーサイドはなしですか。なしですね。あ、はい、それも見たいっす。はい、それがかっこいいっす。はい、でちょっと期待してますね。はい、またじゃあ試合後インタビューお願いします。はい、す負けても受けてくださいね。おっす。はい、今絶賛連勝中の、そうですね、ダンチメンさん。はい、お願いします。今日はこの階級ね、はい、まあ、1位決定戦というか、はい、自信はどうですか。自信あります。富澤選手はもう K1 でしたっけ。はい、K1 でも実績あるし、はい、相当ハンドスピードも速いから、はい、本当に強いと思うし。でも今オーディションと含めて2連勝です、ね、2連勝です。そうっす。はい、で空手世界チャンピオンでした。空手、はい、はい、注目ですよ、この試合。何なんか狙ってるのはあるんですか。あ、もうパンチでも蹴りでも倒せるようにしていきました。なんかボクシングあんま得意じゃないのかなって思ったんですけど。あ、いや、そんなことないです。そんなことないですか。それも徹底的に今回あのセブンの時でもレベルアップしていきました。今おいくつでしたっけ。24です。あ、24歳、じゃあなんか別にブレイキングダウンね、ここで勝つようなことだったら本当それこそライジンとか狙ってってもいいかも。あ、ちょっと興味ないです。空手世界チャンピオンでさ、確かにめっちゃ強いですもん、マジで。まあ、ただ相手がさ、一応 YouTuber だったから、まだ、はい、前回ね、はい、ああ、そうですね。今回で簡単に勝つようなことあったら相当ですよ、本当に。富澤選手に簡単に KO したらすごいよね。そうですね。ライジンの選手とかでも結構難しいと思う。はい、
期待してます。じゃあまた試合後、お願いします。お願いします。おっす。おはようございます。どうですか、今日は。今日はもう完璧ですね。もう完全に仕上がりましたね。まあ結構決着ね、判定決着じゃなく、はい、白黒つけてほしい人多いと思うんで、おそらく圭之介さんは2ラウンド目には地面に這いつくばってます。2ラウンド目です。あえて結構気合入ってたからね。あ、本当ですか。圭之介さんの体もだいぶ仕上がってましたね。うん、仕上がってたのかな。はい、多分今までの圭之介さんじゃないと思うんで、過去最高の戦い楽しみにしていてください。OK です。じゃあまた試合後。はいす。はい、お疲れです。試合前なんですけど、はい、どうですか。そうですね、腹は。おお、久しぶりです。結構ね、未知数ですよね、相手が。未知数です。うん、一応オーディションも瞬殺してるし、セブンでも瞬殺してるけど、まあ、YouTuber とか YouTuber とか、うん、まあ、K1 でね、やってきた人とはちょっと実績が違うっていうのはあるんですけど、ただ、空手の世界チャンピオンだと結構強いとは思ってますか。強いと思ってます。あ、はい、しっかりと。まあね、確かにね、強いよ、強いと思うんで楽しみにしてます。はい、まあ、会見でも言ってたけど、この勝者がブレイキングダウン、この階級で一番強いんじゃないかっていう打撃ね、思うことやるんで、しっかり勝利して、明日のオーディションも来てください。はい、じゃあまた試合後、インタビューお願いします。はい、お願いします。はい、ということで今戦い終えたばっかりですけど、はい、どうでした。みくるさんとまず喋る、ちょっと初めてそこで緊張してるんです。でも3戦3勝できて結構レベル高い試合だったの。そうですね、他のところもやっぱ強いね。威力がすごいよね、やっぱミッドで持った感じ、強い、蹴りがすごいですね。蹴りとパンチが、自分が弱いだけです、ほんまに。聞いた。そうなんですか。なんかプロの試合とか出てかないんですか。今後試合入れてます。ああ、はい、そうっすよ。2人とも結構レベル高いと思うから。確かに。え、どっちで出たいんですか。そのキックボクシングなのか、はい、MMA なのか。 MMA やってないですか。 MMA 練習したいです。ああ、はい、 MMA も興味あります。へえー、今はキックしか練習してないですね。うん、はい、なるほどね。まあ、また待ってますよ。じゃあ、はい、ありがとうございます。コメオが完全にタバコ捨てたっていう話なんですが、はい、年間で禁煙のやつ今動画も撮ってる。いやいやいや、アンチのことをどこまで見たくさせたの。いや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 、怖いな。じゃあもうマジで、もうじゃあ私、はい、もしね、はい、俺との約束の後一口でも吸っている写真とか、はい、なんかそういうものが出た場合、それもしミクル君に DM で送ってください。もし出たら俺と3分1ラウンドガチスパリ。やだ、全然いいいいよね、別にね、全然いいですよ。全然いいですよ。おお、全然いいですけど、スパイシンググローブでね。もちろん、でも全然いいっすよ。全然いい。全然いいっすよ。仕上がってる。いや、もうマジで俺今結構仕上がってる。いや、もう見ても分かるんですけど。見ても分かるんですけど。じゃあそれはもう写真付きにしてん。今の CG 結構すごいからね。ちょっとマジでやった。ほんと待って、俺もうそれが入ってくるならいよいよ無理っすよ。でもなんか確かに太ったもん。そうっす、顔丸くなった。ああ、確かに。ちょっとタバコやめたから。マジで本当そこなんですよ。いろいろつまみが何キロ。70くらいまで。おぉ、 70? ここから多分まあ61までまた落とすんで、はい、プロみたいなことで。オッケーオッケー、じゃあまあ期待してるよ。お願いします。お疲れ様です。おめでとう。お疲れ様です。あ、そう、強いね、やっぱり。いや、強かったですね。いやいや、俺がさ、蹴りが K1 チャンピオンレベルなんて言ったもんだから結構叩かれちゃったんだけどさ。でも実際強いね。いや、強いですね。言葉があったんで、自信に変えて、はい、練習に取り組めてます。ちょっとここからプロ目指していってほしいよね。そうですね、うん、はい、いけるポテンシャルあるから。でも威力はすごいんだけど、基礎だね、もっと、うん、そうですね。パンチもらってるとこあったから、はい、2発くらい、うん、まあ、醤油にいても強いけどね、うん、ちょっと次もっと強い選手がいてやってほしいけど、今何キロだったんでしょう。今回は75キロ以下でした。前回は、前回は減量なしで77です。77、うん、はい、前日計量で。そうです。あ、けど 76.5 でした、前日。誰がやりたい人いるの。
やっぱ強い人を食っちゃえば一気にいけるからね。そうです。グルさん決めてほしいです。あ、俺とやりたいのかと思って。確かに決めてほしいです。あ、俺に。誰だろうな。え、適正階級は何キロ？前日計量した。プロの試合は一応70キロでやらせてもらってたんですけど、72、3ぐらいでしたら西谷君じゃん。おお。どうよ。いいっすね。西谷君食ったらもうやばいよ。はい。爆上がりよ。確かに。ね。他に誰がいる？アデバイ級。西谷君が一番強いでしょ。西谷君。一応ブレイキングダウンと。西谷さんやってくれますか？それこそジョリー君とかね。おお。ジョリー君どう？今日勝つか負けるか。ジョリーさんが戦ってくださるのであれば胸を借りる気持ちで戦わせていただきます。いやいや、そんな謙虚にならないよ。いやいや、本当に本当は胸の中では全然違うことを思ってるからね。思ってないです。でもその辺食っていくぐらいの感じで自分からどんどん行かないと、はい、あのチャンスは回ってこないから。わかりました。オーディションでもうバンバン絡んでいかないと。はい、まあ、とりあえずおめでとう。ありがとうございます。頑張ります。おめでとうございます。マジでしつこいんだよ。ミク、あれ出した。うっせぇな。マジ本当にもう本当にうるさいな、俺。ミックが負けた時の気持ちが分かりました。ミックが負けた時の気持ち分かりました。何回言うんすか、誰。お疲れ様です。どうでしたか。負けました。なんか、見合わないですね、2人。見合わないですね。まあ最後も判定どっちかつけないといけないんでって感じの判定だった気がします。本当になんか最後入ってたんですか。最後ジャッジこれ入ってないです。納得はしないですか。らしいなんかもっとパンチで行ったら勝った気がしちゃうんですけど、なんか途中オーソのパンチの攻防は全然当ててたんですけど、結構右ストレート結構入ってたじゃないですか。そう。やり直してください。次やりたいと言います。特にないっすか。韓国対抗戦やるんで、今日は今日の明日でも明日は大丈夫ですけど、頑張っていきます。お願いします。はい、ありがとうございます。はい、バンチミン君がね、眼下底骨折っぽくて病院行っちゃったんで取れなかったので、はい、また後日コラボしたいかな。結構面白かったな、あの試合。確かに。そんな感じですね。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。すごいいい試合だった。一番良かったんじゃない？そうですね。今日の中で一番面白い試合だったの。さすがのね、あのパンチのハンドスピード。もうひな壇でいいんじゃない？次は。はいはい、なんか年末出たいみたいな。出たいですね、やっぱり。ライジン？そうですね。ライジンももちろん僕はそのやっぱり。プロで一番目指したいと思ってますし、プロでどうしてもやりたい選手がいるんで、そのためにはちょっと実績どんどんつけていきたいなっていう。ブレイキングラウンドまで、立ち技の選手ってことですか。立ち技の選手で、はい、総合はやるつもりなくて、キックを突き詰めたらやりたいなっていうのはやっぱりありますね。 MMA が一番強いんで、今はキックでまだ何も残してないんで。ライジンに立つ日が来るかもしれないですね。ブレイキングダウンでの次やりたい選手は僕は、まあ、今日のランチナイ選手の試合で僕が一番強いと思ってるんで、確かに、はい、来てくれるんだったら誰でもやりますよっていう感じです。そうそう。ただあの僕が一番最初参戦させていただいた時に、あの藤井選手が僕に席譲ってくれたと思ってるんですね。あの時にあの平井君にあのことやった方がいいって言ってくれたのがあるんで、それがあったから今出てると思って、藤井選手にはやっぱりやらないといけないなっていう。まあなんだかんだ結構プロ選手から応募来てますんでね。強い選手は強い選手どんどん来ると思うんで、この先ブレイキングダウンで顔としてその選手たちをね倒していってほしいですけどね。はい、まあライジンともいい関係を築いてますので、はい、ライジンに出るのもあるんじゃないですかね。ということで結構本当にコメントでもすごかったな、翔さんの声が一番面白かったっていう。ありがとうございます。また期待します。オーディション来ますか。はい、あ、じゃあお願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。
負けたぐらいぶち切りられてるけど、そうですね、 僕的にも気持ち慣れちゃったのはちょっとありましたね。健介さんにも言ったけど2人は噛み合わないですね、試合がですよね。なんか多分もう1ラウンドやっても何ラウンドやっても同じような展開になるなっていう、僕もそう思いました。あと圭之介さんってスロースターターって意味が分かりました。なんか2ラウンド3ラウンドって回増すごとに封じられてる感がありました。うーん、なるほど、はい。ジョイ君ってなんかプロの舞台って言ってるけど、ライジンに出る？そうですね、ライジン目指して頑張ってます。総合で？総合です。あ、はい、総合なんだ。じゃあ総合ルールのブレイキングでも出てった方がいいかも。ああ、そうですね。まあでも僕そうですね、それこそ総合ルールとかだったら本来の階級の人とちょっとやりたかったですね。本来だとなんか僕バンダム級なんで61なんですよ。あ、全然スケールを、はい、あ、そうなんだ、はい、61、65ぐらいであれはやりたいですね。じゃあヒロヤ君とかか、そこもその感じです。なるほど。ヒロヤ君仲いいよね。まあそうですね。なるほどね。じゃあそれこそ明日オーディションなんで、はい、次 MMA ルールでもね、はい、一回やってみてください。そうです、韓国対抗戦結構強い人来てる気がするから、ノーデフシーとかでしょ、はいはい、そこは、まあ、でも試合面白くなるのはやっぱ立ち技なんだけど、あ、でも今の試合とかもあんまりめちゃくちゃ面白くなかったので、今日面白くなかったと思うんで、次はもっとなんかバチバチ殴り合いたいなって直後に思いました。反省点は、反省点ですか、アグレッシブに動かなかった、見ちゃった、まあ膝のカウンター怖くてってこと、あ、それはめっちゃでかかったです。膝怖すぎました、それが一発入りました。なんかレベルの高い話をすると、その相手の技を出させるフェイントが使えたら、あ、入れるんだけど、ニクルさんだったら膝に対してどういう、どういうあれしますか。膝を出させるわけだ、はい、圧力フェイントでかかってないから、こういうところでフェイントしててもフェイントないみたいになったりします。はい、近い距離でフェイントして膝出させて、なんか横に打つとか、うん、俺も慶之介選手、はい、回りながら打ったり、はい、とかも出させるのが大事。うーん、レベルの高いことで、いやでもライジンからはほんまにそれ余裕でできないと思いますよ。立ち技でやるんだったら余裕でできない。わかりました。でも圭之介選手に勝ったのはね、一応大金星というか、大金星、その世間の評価的に言ったら多分圭之介選手勝つ方が評価高かった。はい、とりあえず一旦は勝利、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまた次に向けて、はい、頑張ります。明日オーディションも頑張ります。はい、全部終わりましたね。終わりましたね。まあ、7点後結構面白い試合多かったな、はい、で同節も27万いった。そうですね、27万ってすごいよな、うん、まあいい大会だったというか、うん、で、まあ、明日8やるんですけど、オーディションなんかいろんな仕掛けももうどんどん考えてて、まあ、あのこの先楽しんでもらえるんじゃないかなと。確かにガラッと変わっていますよね、いろいろし、結構俺の中でアイデアがたくさんあって、うん、いろんな対抗戦だったりで、まあ、強い選手はどんどんね、あ、強くなってもらってライジンとか行ってもらえたらいいなってか、その結局なんか格闘技の枠を広げたいのがなんか俺の狙いでもあるからさ、はい、ブレイキングダウンからね、富澤選手みたいな選手がライジンとか行ってもらうのはいいよ。そうっすね、外平くんとかね、うん、まあ、じゃあそんな感じで今日は終わりたいと思います。ありがとうございました。